猫になったつもりで視聴者さんに50万人ありがとうにゃん。ね、きつい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 、ね、きついって大丈夫そう。ちなみに3年前は飯くれにゃん、飯くれにゃん、あざとい、うん、やってじゃん。皆さんおはようございます、こんばんは、こんにちは、藤間明日香です。なんとあすかさんち50万人突破しました。イエーイ、すごいすごい、嬉しい、すごくないですか。ありがとうございます皆さん、あすかさんちが始まってですね、最初の方に投稿した100の質問の動画覚えてますでしょうか。その動画が一番最初の収録だったんですよ。なので本当にちょっと緊張もありワクワクもあり撮影したことを覚えてるんですけど、まあ、それを今回50万人が突破したということで久しぶりにやってみようかなと思います。はい、3年前と比べて変わってるのか変わっていないのかとかもそういうのもちょっと見比べて楽しんでもらえればなと思います。はい、私はなんか全然見返してなくてどんなことを答えたのかあんまり覚えてないんですけど、質問は同じ？質問同じですね。あ、了解です。でもなんか見返したんですけど、うん、全然違う。綺麗。どういうことどういうこと？ちょっとみんなやっぱ見ないでやっぱ見ないでほしい。お天気キャスターやられてたじゃないですか、ずっと、うんうん、だけどちょっとその下ったらずな感じ、喋り方がね、そう、ゆったりしててみたいな、うんうん、それがなんかそのまんま動画で見てる感じちょっとまだ YouTube 初心者だったということで、ですよね。はい、ちなみに一番最初にやったやつなんで、うん、基本的な情報も聞いてますが、はい、それも一応合わせて50万人はい、の人たちに改めて届けるという。わかりました。もう一回聞いてみたいと思います。はい。1つ目、自己紹介どうぞ。はい、木島明日香です。よろしくお願いします。今までの経歴。17歳で、スカウトしていただいてこの業界に入りまして、モデル業、キャスター業、たまにお芝居やらせていただいたり、まあ、YouTube やったり結構いろいろと活動させてもらってます。家族構成、母、父、兄、妹です。7人家族です。はい、と改めて話すとちょっと恥ずかしいね。はい、チャームポイントは、チャームポイントは前髪です。うわなんて答えたか、本当変わってる。3年前はなんと頭の形で何言ってんねん。チャームポイントは頭の形。趣味は、ゲーム、お酒、最近はお皿探したりするのハモってます。特技はですね、ネットショッピングはい。3年前はキーボード。特技はキーボードを打つこと。好きな食べ物は、カレー、ラーメン、天丼。嫌いなものは、魚介類がちょっと苦手です。3年前は目があるもの。あ、目があるもの。目があるもの苦手。自分を動物に例えると、カワウソ。あー、カワウソね。最近カワウソってめっちゃ言われるの、田渕さんに長所は、寝たら忘れるところ。短所は、すぐ行動してしまうところ、良くも悪くも。口癖は、なんか、おえ、変わってないでしょ。変わってないですね、うん、ないと生きていけないもの。にゃんず。得意料理は、はい、最近作ったピーマンの肉詰めです。好きなお酒は、ハイボール。好きな漫画は、とあるシリーズ。好きな映画は、最近見たのでエクスペンダブルズ。お、好きなアニメは、最近は早々のフリーレン見てる。好きなゲームは、ゲームいっぱいあるけど、まあ、好きなゲームはやっぱいろんな人と出会ったのでエーペックス。エーペックスの中で好きなキャラクターは、オクタン。おー、3年前コースティックって。嘘、あ、それコースティック時代なんだ。コースティック、めちゃめちゃ初期、めちゃめちゃガス使ってた。1日何時間ゲームする？あー、でも最近はねちょっと減って、やっても6時間くらいかな。おー、うん、ゲームのお供は、ハイボール。ゲームを始めたきっかけは、兄が2人いるんですけど、兄の影響で始めました。自分が作るとしたらどんなゲームが。猫ちゃんと暮らす猫ちゃんを育てる。3年前ギャルゲーって言ってたそれは間違いない。作るとしたらギャルゲー。最初に買ったゲームは何？ソウルメイドインワリオとかじゃないかな。パソコンゲームと COD。 最高で何時間ゲームしたことありますか？20時間。好き
つだけ選ぶとすると、え、これさっきなかった？個人的に神ゲーだなって思うのはライフイズストレンジシリーズですね。ゲームをしていて快感の時は、キルした時、ゲームをしていて得すること、友達が増える、損することは、睡眠時間が短くなる。あ、猫を飼い始めたきっかけは、昔から猫が好きだったのと、あとこうなんかズーンってなった時に猫ちゃんと暮らしたいなって考えたのがきっかけです。ヤンズの名前の由来は、タイガとトワと月っていう子がいるんですけど、古風な名前が良かった、古風ってかな、日本人っぽい、日本っぽい名前が良かったっていうのと、人間でもいるような名前で考えました。おー、ちなみに3年前は、はい、タイガ先生は弱っちかったから、うんうん、なんか強い名前って。あ、そう、それはそう。で、トワ氏は習字で小学校の時初めて書いた永遠、うん、ね、永遠だった。でちなみにもう一匹飼うとすると何の名前つけますかっていう追加の質問に、漁船みたいな名前漁船、ね、あの多分戦艦って言いたかったのと思う、漁船って言ってたかもしれないけ ど、 なるほど、そうです、戦艦、全然戦艦じゃないやん君2。トワさんの好きなところは、天真爛漫で、すぐ忘れるところはい。タイガ先生の好きなところは、夫でしてて小柄で尊くて儚いところ。お月の好きなところ、丸くってずっしりしてて性格も穏やかでなんかマイペースなところ。ヤンズに怒ったことはある？あります。さっきもトワと喧嘩してたいや、ほんと昨日もね、あのトワがね、かまってかまってでずっとしつこくてでずっとボール遊びしてたんですけど、携帯でマネージャーさんのメール返してたので、その時にちょっと待ってねってこうやってる時にね、トワがこう膝に乗ってきて、その勢いでテーブルに置いてあったハイボールバーンってこぼしたんですよ、尻尾で、それでも喧嘩まあ喧嘩って言ってもね、もうって感じだったんですけど、いいトワシ言えてる、君やで、君君君ねえ、君ねえ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 、君やね、あれが見えてるよ、あれだけ真っ白チロよ、真っ白チロよ、でも好き、かわいい。ニャンズが人間になったらなんて聞く？幸せ？なんとも言えない、うん、私のこと好き同じような感じ、私のこと好き、同じこと、ほぼ同じ、幸せそうです、トラシは。ニャンズと生活して変わったことは何？おうち時間をうまく使えるようになったこと、気持ちが穏やかになったこと。お最近のニャンズの癒されたエピソードは？タイちゃんはすごい穏やかでおっとりしててめちゃめちゃ優しいんですけど、月にだけシャーって言いますに対して癒されるわ、タイちゃんそんな一面あったんだみたいな他に猫を飼うとしたら何？もう今んとこあんま考えてないけど、シンガプーラかな。おー、3年前も何て言うの？シンガプーラかな。名前はどんな名前をつけてみたい？戦艦みたいな名前はい。自分が猫になったら何をしたい？尻尾を動かす。おー、3年前と同じ。うん、ニャン。猫になったらどこに行きたい？なんか冷蔵庫の間がすごい好きなので、うちの猫たちが冷蔵庫の間あったかいんかなって体感しに行きたい。猫になったつもりで視聴者さんに一人、なんかやった気がすら、50万人ありがとにゃん。ね、きつい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 、ね、きついって大丈夫そう。ちなみに3年前は飯食るにゃん、あざとーい、飯食れにゃん。猫を好きになったきっかけは？ DNA から好きです。猫はいいなと思うところ？誰にも縛られてなくて自分らしく生きてるところ。他人から言われて嬉しいことは？声が綺麗とか恥ずかしい自分の癖は何？なんか鼻を触りがち自分の好きな部位はどう？目があんまりいないって言われるから目です。最近泣いちゃったことは何？よく泣くからな、早々のフリーレン。酔うとどうなる？ヘラヘラしてる。好きなおつまみ？カニカマかな。最近もらって嬉しかった LINE は何？嬉しかった LINE？
ちょっと LINE あんましないんですよね。ちょっと待って LINE、 え、嬉しかった LINE、 あんまり LINE をしてこない一番下の妹が、お年玉ありがとうって LINE してきた。お年玉あげたんですね。お年玉はあげました。はい、カービィのポチ袋に入れて渡しました。最近言われてムッとした一言は、なんだろう、ムッとしたこと、なんだろう、焼けた。すごいムカつく。めっちゃムカつきますよね。ムカつくんだよな。ちょっと飲んでりと思って。女子特有というか。確かにね。こっちは頑張ってんだよ。最近見た印象的な夢は、ミーアイのメンバーになっていたこと。やば。やばいでしょ。すごいですね。恋のきっかけは何？一目惚れっていうか、なんかお互いなんかちょっと、意識してるじゃんみたいな時あるじゃないですか。そういうのあると思うから、それですね。一目惚れは信じるかどうか。信じます。はい。運命の人っていうのは信じますか？運命の人いると思います。理想の男性像は、穏やかな人。ちなみに3年前は、私がしりとりをしたいって言ったら全力でしりとりをしたい。ねえ、なんか3年前の方がコメント上手くない？例えば、しりとりをしようって言っても、ね、全力でちゃんとしりとりを楽しんでくれるような人。確かに3年前、もっと気張って頑張ってたのかもしれない。ちょっと今ゆるっとしちゃって。なるほどね。ということにしておきましょう。はい。一方で苦手な男性は？自分本位な方。3年前、空気を読まない。それはそう。一緒ですね。ねえ、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、かわいいね。インサート撮っておこうかな、かわいいから。かわいいね、チョキちゃん。確かに、下ジャージなのに全部。あ、全然いいですよ。下ジャージなんです。はい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 。はい。告白のセリフなんて言われたい？やっぱ3年前なんて答えたんだろう。告白のセリフ。告白するってむずない？私なんて答えたんだろう。3年前は、はい、3番当ててみてください。え、いいよ、すっごいいいよ、好感度高いよ。付き合ってください。シンプルに好きですって言われたい。ああ、シンプルに好きですって言われたシンプルに好感度好きですって言ってください。でもシンプルが一番いいと思うのよな、シンプルにお付き合いしてくださいって言われたら嬉しいかな。告白を自分がするならする場所はどこ？夜景。おお。じゃあ逆に告白されたい場所はどこ？どこでもいいな。どこでもいいです。セットする男性のファッションは、スウェットとかパーカーとかゆったりしたカジュアルな服装が好きです。あ、セットする男性の仕草は、飲み物飲んでるだけ。一緒ですね。あ、一緒？一緒？本当ですか？飲み物というか飲み込むところ。あ、男性のドドボトケがすごい好きなんですよ。でめっちゃ見ちゃう。デートで行きたい場所はどこ？今は山梨県デイキャンプに行きたい。デイキャンプ、なんかやったことないことやってみたい。なるほど。デートで食べたいものは何？餃子食べに行きたい。かわいい。デートで着たい服はどんなの？そうだな、あんま暗くない色の服かな。プロポーズされるシチュエーションはどこ？お家がいいな。プロポーズで言われたい言葉は何？妄想でいいですか？はい。おじいちゃんおばあちゃんになっても縁側で一緒に座りたいなって言われたいな。やめてください。結婚したい人物像はどんなの？穏やかで優しくて、ニャンジと私の家族を大事にしてくれる。おお。ちなみに3年前も、穏やかで優しくて私以外の人を大切に。おお。結婚するなら変わってへん、穏やかで優しくて、私以外の人もちゃんと大切にできる人。一方で結婚したくない人物像はどんなの？ちょっとこう、昭和な男性みたいな、昭和親父みたいなとはちょっと嫌かな。憧れの結婚生活はどんなの？夜の23時からでも一緒に映画を見たい。おー。子供欲しいですか？欲しいです。つけたい子供の名前は？戦艦みたいな名前。恋愛とは？お互いを認め合うこと。愛とは？
お互いを認めよう。え、なんて言ってるかな、3年前。3年前はなんと、恋愛は思いやり、愛は信頼関係。そうそう、読み方何読み方なんなんねえ。可愛いよ。可愛いし、なんかちゃんとしっかりした答え方。いや、もう確かにね。どんなことで泣きますか。周辺の観光スポット、またはメモを作成を話しかけてみてください。大丈夫、大丈夫。ちょっと Google アシスタントが話し出しちゃった。ずっと質問してるから何かに何かに反応しちゃって。何でしたっけ。どんなことで泣きますか。最近はプラネタリウムを見て泣きました。なんか月と地球の関係ってすごって思ったら、なんかすごい泣けちゃって。おおやばいでしょ。大丈夫。私は多分感受性めちゃくちゃ豊かだと思うんですよね。なんか友達の言葉とかでも、なんかもう親の言葉とか。うーん。どんなことで逆に怒りますか。なんか自分の大事な人をけなしたりとか、悪口言ったりとかかな。人生で一度はやってみたいこと。スカイダイビングと言いたいところなんですけど、ちょっと本当にやらされそうなんで、猫の首輪を作る。おちなみに3年前は、辛いもの専門店で一番辛いものを食べる方。あ、いいコメントしてる。辛いもの専門店の一番辛いやつを食べたい。うん、すごいよ。すごいすごい。男性になったらしてみたいこと。男性になったらしてみたいこと。起きて10分で家を出る。おお、これ3年前です。朝起きて10分で家を出る。透明人間になったらしてみたいこと。猫たちの様子を見る。最後の晩餐に食べたいもの。お母さんが作ったハンバーグとカリフラワーとベーコン炒め。3年前全く。あ、全く一緒。お母さんのチーズインハンバーグとカリフラワーとベーコン炒め。あ、チーズイン、トマト煮込みハンバーグ。ジオアスカのリニアルはなるようになる。はい、なんとかなります。プライベートでチャレンジしたいことは何。うーん、デイキャンかな。デイキャン、うん、10年後の自分に一言。ニャンズ、みんな健康に暮らしてますか。ここ3年前、周りへの感謝を忘れず。ちょっと3年前の私と比べるのやめれる。周りへの感謝を忘れずに頑張ってください。違う違う違う、ちょっと猫かぶってるから。 そうね、それはもうもちろん当たり前のことなんですよ。当たり前のことだから。そうです。優等生な回答ばっかしてるな、3年前の私はね。いい、チキタン。これからの目標は何。いい、頑張りすぎないです。頑張りすぎない、はいはい、10万人を超えて YouTube でしたいことは何。ちょっとバンジー以外で考えますと、通ってた学校の近くに行く Vlog を撮る。おお、いいですね。3年前はちなみに、いろんなことに貪欲にチャレンジしたい。チャレンジ系とかもしていきたいし、いろんなことに貪欲に挑戦していきたいです。ちなみに今で82本ぐらいなんですね。もうなぜかその当時の動画は時間切れでこれで終わりです、すいませんって終わってるんです。嘘。本当に。ちょっとこれはあの今質問したいことということで、はい、残り質問していきたいと思います。はい。2023年の思い出は何。カノンと旅行に行ったことです。で、23年で一番辛かったことは何。引っ越し。今食べたいものは何。カレー。今欲しいものは何。テレビ。今朝何食べた。明太フランスパン。美味しそう。を焼いて食べました。どんな居酒屋が好き。雑多な居酒屋めっちゃ好き。料理が美味しいお店、餃子。ソファー買いました。今集めているのは何。ゴールド系のアクセサリーとか、アクセサリー系ですね。はい。毎朝絶対することは何。白湯を飲む。おお、初めてそのモデルっぽい一言。ちょっと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 、モデル、モデル、モデルです。モデル歴10年です。もらって嬉しかった X のリプライは何。X のリプライに限らず、元気もらってますとかが一番嬉しいかな。好きなネット用語は何。ネット用語、ググレカス。3年前も同じようなこと。絶対そうだよね。 LINE でよく使う言葉は何。了解いたしました。仕事
ってやん。LINE の未読数は今いくつですか？46。じゃ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 、マネージャーサッカーの写真が来てたからあれだけど、それ抜くと今1。おー、見えないね。1です。友達になってみたい人は誰？中山きんにくんさん。パワーもらえそう。もう最近超好きで、ずっと TikTok とか YouTube で見てる。友達に言われて嬉しかったことはない？シンプルに何年見たでとかかな。ああ、うん、老後はどうやって過ごしたい？と70歳になっても80歳になってもお饅頭と温かいお茶を飲みたい。もうここだけの秘密は何？ニャンズのトイレシートもそろそろと変えないといけない。ちょっとまだ変えてない。にぃ、ひぴたん。にぃ、にぃ、さあ最後の質問、視聴者さんに一言お願いします。50万人、本当にありがとうございます。初期から応援してくださっている方も、最近、見るようになってくださっている方も、皆さんがいたからここまでやってこられたと思いますし、私自身 YouTube があったからこそいろんな出会いがあって、いろいろな経験ができたと思っているので、本当に感謝してます。これからもよろしくお願いします。終わりです。終わり方めちゃめちゃ雑。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。3年ぶりの100の質問だったということで、結構ね、変わってる部分も変わってない部分もどっちもあったと思うんですけれど、どうですかね。さっきちょっとメッセージでもお伝えしたんですけど、 YouTube やってたからこそお仕事に関しても広がったことがたくさんあったり、プライベートでもね、ピラティスをね、 YouTube きっかけで始めたりとか、本当に今までやってこなかったことたくさんできたと思っています。これからもね、YouTube 自分自身で楽しみながら頑張りたいと思うので、よろしくお願いします。というわけで、この動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンもぜひぜひよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。バイバーイ。